全ティアカネです。はい、誰だよお前って思った人いるじゃないと思うですか。はい、もうタイトルにもある通り、このよくインスタにこのサムネみたいな写真が載ってるじゃないですか。これってどうやって撮るのってみんな思うと思うんですけど、今日は私がそれをレクチャーしていきたいと思います。とりあえず撮影するので、目が綺麗に見えるように、ちょっとアイシャドウを塗ります。ここを、おしまい。で、絶対、外カメ。これをね、外側に向けるんですよ。こうやって。そしたら自分の目が映るじゃないですか。でも、自分の目が映ってるってわかんないときは、鏡を、こうやって、しながらすると、あ、自分の目が映ってるなっていうのがわかるので、鏡で確認しながらした方が、撮りやすいです。そして、絶対、これもポイントなのが、絶対、フラッシュにします。で、このとき、重要なのが、ちょっと目が負傷するので、それも目を閉じずに頑張ってください。いきまーす。はい、痛い。こうやってノーマルカメラでもやっていいんですけど、ノーマルカメラだと、こんな感じで色味がちょっと汚くなるじゃないですか。リアル感が増しちゃうので、この黄みがかっている色にしたいね。この U2って書いてある。やつで撮ります。さっきみたいに、はい、OK です。うん、ほらこんな綺麗に撮れる。これがノーマルカメラで撮ったので、さっきのが V612 の外カメでフラッシュで撮ったやつです。これも外カメでフラッシュで撮ったやつなんですけど、で目のところだけを切り取るんですよ。ここの編集をしていい感じに、で OK。 そしたらどうですか。あ、もうインスタグラマーになれますねこれで。はい、めっちゃ綺麗でしょ。でも目が痛むんで気をつけてください。はい。どうだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。いいと思ってきた。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ティアカネでした。バイバーイ。